VS マルフィリオン。自然を守らねばならぬ。背中に気をつけて。ぴったりさだった。マジか。ダメだ、そうだったんだろう。まあ生き残ったし生き残ったし。J、J か。J 臭いな。 J 臭い。ガイスト来て。おお。ビッグ？まさかの。これどうするべ。ぐいぐい回した方がいいのか、それともゆっくりの方がいいのか。まあゆっくりなんだろうな。あー、どうしよう。出してもいいのかな。一旦早く終わらせられる可能性出すか。いや、次のターンまだ回収できるから。どこを攻めましょう。取れねえな、原崎くんがいねえから。原崎くんがいないから取れない。まあ救いは、これそのままだと燃えちゃうんでしょということなので、ちょっと待って、なんかいい除去が全然入ってないんだけど。あ、トレードなんだ。はっはっは。トレードならまあまあ。一旦ここボードリセットする。カードがちょっとパンパンだから一回ボードリセットするか。ここで一回リセット決めて、マルチ、マルチじゃねえわ。あるかあれ、もしかして見る。こんにちは。今日も髪の毛ちゃんとありがとうございます。ガイスト、これガイスト、こいつ聞くの？こいつガイスト聞くかでもわかんないけど、でもガイストは出せるときに出すのがガイストって偉い人が言ってたな。2枚消えた？これ何？一体にダメージ走行を獲得？クスン！
ではない。なるほど。クスーンかと思ったぜ。ちょっと待って、古のクスーンデッキかと思ったよ。違うね。ヒードルっぽいな。イニシエのものがなる。今宵の出し物、恐るべき悲劇の。結構もうやばいんだけど、ここで貼るか？秘策。ここで秘策貼るのはありなのか？でも秘策のタイミングほんとわかんねえな。ほんとに秘策のタイミングわかんねえわ。一体いつ貼りゃいいんだろうな。でもここ普通にこれでヒロッパー、これと原崎で取って、で、コルさんバックでもいいのかな。これって殴って原崎でトレードで、3-2-3でコルさんで出して戻してかな。行くわよ。原崎でコルさん出してで戻してでこれを取ってこれ使う？使うか。多分こいつでもうこれ以上なんとかできるやついないだろう。これどういう順番？先こいつ出した？そうだね。ってことはバニッシュもししてもこいつが元に戻るのか。ここ DK かな。まあ、ここ最速の DK かね。そうだね。ハンドも随分スッキリしたし。で、これがファイナルコルチャリーノだってことをちょっと忘れないようにしないと。これファイナルなんだよね。下手こくと死んじゃうから。割とめんどくさい感じがします。どうしたらいいんだろう。まだバニッシュ別に使わなくてもいいんだよね。いや、それともこれ回す？ちょっと反動をきれいにしよう。こいつ延々とこれやってくんのか。おい、これカウンターじゃねえかよ。バウンスは？うん、これバウンス来ねえとこれまずいな。バウンスこれ来ない可能性もあるの？
え、これもう来なかったらどうせ負けでしょ、バウンス。行こう。あ、来ないじゃん。手札が多すぎる。これ本当に来ないじゃん。嘘でしょ。あ、プレバニ？プレバニできた？いやー、え？プレバニした方がよかった。ちょっと待って、もう、だからあれだな。プレバニ？あー、よかったよかった。よかった。セーフセーフ。うわ！全然セーフじゃないやん。これめちゃくちゃ戻るやん。待って、これカウンター？Gレジェ？え、これ G レジェでなんとかできんの？無理でしょ。ねえ。ねえ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 。これさすがの G レジェ、G レジェ大帝でもこれ無理じゃない？どうしたらいいの？大帝、G レジェ大帝は。何これ、こんなこともあるのかよ。早く決めなきゃ。なんと素晴らしい。手札が多すぎる。もうダメだ。もう何もできないよ。もう G レジがいくら何枚何百枚燃やしてももう勝てないよ。でもウゾスを燃やした方がいいのか。おい、今こっちが大変な時にな、お前が働かないでどうすんだよ。なんと素晴らしい。もっと大物を入れるのだ。俺は知ってる。諦めないことの大事さは、前のなんとか戦で俺はもう学んでるから。あの時のなんとか戦で俺はもう学んでる。絶対に諦めない。なあ、ジレジェ。なんとかしろ、お前が。ジレジェ、なんとかせ。だから、そいつを出すな。こいつ、ジレジェを的確に。なんで的確なヒットなんだ。なんと素晴らしい。だがしかしここでキュレーターが出たらどうだ。待てよ、もうこいつら死なないと仮定してもう行くんだったら、待って、最後でもハイパードローバーストコルコルビンバンブンバンしかないから、もうそれ、しかもそれ次のターンじゃないと、待って、俺何点くらったのファティーグ。5点でしょ？で、次のターン6点、7点で13点で、あいつなんか食らったら死ぬから、もうここで、最後の G レジェを出していくしかないだろ。待てよ。待って。ここで、待って、2枚出して、秘策で耐える。待って、2枚出して、ここ秘策？
ここ G レジン2枚かける秘策か、キュレーターと G レジじゃなくて、もう G レジンかけるか。そうだな、 G レジン2枚かける秘策しかないだろう。いや、ここは秘策なしか。え？パーディン？これ G レジ次第でいけんだろ。そういうことだよな。ゴッドレジェンド次第では俺の勝ちだろ。見てろゴッドよ。ここまでは確定。俺たちのゴッドが、全然いかない。567。2と3か。2と3。2と3。567。お、両方動いたらこれ俺の勝ちだぞ。これ俺両方動いたら俺の勝ちだから。GLJ。さっきはサボった。でも、ここで動けば挽回だから。ここで動けば、確率的に言ったら、さっき外したら、次でここで勝つ。頼むぜ。俺、ちょっと待って。俺、押せねえよ。この終了ボタンが怖くて。俺はここは怖くて終了ボタンが押せねえ。見せてくれ。頼む。本当にちょっと押せねえ、俺は。でも、ここは俺が押すしかない。両方動かないことが2回もあるんですか？両方動かないことが2回あるんですか？ああ、ちょっとやべえな。心が折れそうだ、今の。